どうもはい。ということで、今日はドルドルに行きたいと思うんですけども、もうそろそろ多分、タマ様が来てくれるとは思うんですよね。いましたね。はい、はい。というわけで、本日はですね、こちら、バードルフィンドルフィンの方ですね。はい。はい、僕のお店、初めてですけど、やります。やっとお店紹介できますね。はい、違った意味で手でね、うん。はい。というわけで、本日は南郷西さん、大松ビル3階、カラオケバードルフィンドルフィンに来ております。はい。はい、ここはね、もういろんな音楽で楽しめるお店だと自分では思っているので、うん、はい、その辺の盛りだくさんのところもちょっと見せながらね、そうですね、はい、じゃあ先にちょっとタモさんも行ってもらって、店開けしてもらって、じゃあ先に行きますね、はい、はい、では行ってらっしゃい、はい、そう、じゃあタモさんが先に願いします。はい、というわけでですね、はい、ついに自分の店を自分で宣伝するというこの分かった。今までずっと言われてました。そう、いつ自分のお店を紹介するか。ね、全くもって、はい、その頭なかったんですけど、ちょっとやらなきゃなと思ってやります。はい、ドルフィンドルフィンですね。はい、カラオケバーでして、お、はい、はい、カラオケの方はジョイサウンドのマックスを使っております。はい、今は、ね、今現在、はい、今現在マックスでございますね。はい、そして機材がですね、楽器の方が結構あるんですよね。いや、結構ありますよ、結構あるんですよ。ブーちゃんとかもね、よく来てみんなのワーってやったりしてますけども、うん、エレアコ、エレキギター、ベース、まあ、ね、うん、と、あと最近の電子ドラムね、うん、チャンピオン導入して、うん、本当に普通にセッションできるぐらいのある程度スタジオ感が出てます。そうですね。はい、そんなに本当に大きい規模ではなくて、ステージでもなくて、うん、ただこう楽器があるから増えて、うん、ね、そういう風に遊ぶこともできるし、うん、カラオケとかで合わせてなんかバーってやったりも可能です、うん、はい。ちょっと音楽特化した店ではありますね、うん、はい、でうちのお客さんの層もやっぱりいろんな幅広く、そうですね、ね、うん、いる感じで、歌好きな人もいれば、歌が聴く人、うん、ね、好きな人もいれば、うん、楽器やってました、やってますっていう、ね、うん、子たちもいれば、うん、なんかそういう店になってますね、うん、はい、歌だけじゃなくてね、やっぱりこうやって YouTube とかでうちは活動したりなんなりしてるんで、うん、ネット関係の子たちもちょこちょこ、そうですね、見えたりなんなりっていうのはしますね、はい、やってますね、うん、はい、いろんなつながりの人が来るお店なんですけども、はい、最近は食べログとかにも載ってるらしいので営業時間は、営業時間の方がですね、うん、今は、平日が夜の8時から、うん、はい、朝の、6時までですね、はい、はい、8時からね、はい、いる子は別で、はい、はい、あれなんですけども、木曜日は早いかもしれないんですけど、うん、はい、早い時は8時、1時とかで終わっちゃうんですけどね、うん、はい、で、日曜日が休みで、勤労は、夜の10時から朝の6時となっております、うん、はい、なかなかね、朝6時までやってくれるお店がねそう、だから始発まで待って、うん、ここで飲んで帰ってみたいな人たちもいるので、ちょっと時間、始発まであるなって時に来ていただけると、うん、ここでなんかセッション祭りみたいになっていただけありますね、そうですねはい、というわけで、はい、こういうふうに様々に、いろんなバリエーションで楽しめるお店なんですけれども、はい、はい、今度ですね、特典が、うん、はい、ですね、この動画を見てくれた方に、はい、はい、ワンコイン、はい、チャージですね、チャージ無料、もしくは飲み放題、うん、90分2500円と、あと120分3000円なんですけど、そこから500円オフで、うん、はい、プラス、YouTuber ということで、はい、新規 YouTuber の方に限り、2時間飲み放題、なんと無料かな、無料無料にしようかな、お、ただ条件付きとして動画を上げてくれるという条件付きで、はい、やりたいと思います。ここの、はい、宣伝じゃないですけどね、はい、うん、そうですね、YouTube に限らず、配信とかでもいいです、うん、
放送ね、野球をやってる方、配信、まあいろいろあると思うんですけど、ニコ生とかふわっちとか、はい、ね、いろいろあると思うんですけど、うん、そういうのをなんか放送しますよっていう方、まあ、うん、放送だったら30分、最低限30分ぐらいの放送をしていただいて、うちの宣伝をしていただいた方に限り、まあその方のみ無料でやらせていただこうかなと、まあ、新規の方ですね、はい、新規の方ですね、はい、飲み放題メニューの中からこう無料で、うん、はい、ドリンクバックしようかなと、はい、思います。でかいですね。でかいですね、はい、2時間はでかいですよ、なかなか、はい、キーワードが必要だとは思うんですけども、はい、来店して始めまして、はいはい、で入ってきました、はい、キーワードを何にしましょう。キーワードはそうですね、僕らはやっぱりね、あのキーワード一つあるんで、うん、それでやろうかなと思うんですけど、うん、まあどうしようかな、合わせ技かな、おはようございますしたっけで帰っちゃうよおはようございますしたっけ帰っちゃう帰っちゃう、来た瞬間終わっちゃう。まあまあまあ、まあ、でも今いいキーワードでしょう。いい、はい、普通に飲みに来た時にね、まあブーちゃんもいるかもしれないってそうですね、パタッと、なんか最近YouTube で見てますみたいなうんと、この店にいなくても言われるようになってきてるんで、はい、あれなんですが、普段の誰とはブーちゃんをね、あ、もうなんかって、って言って、って言うのに、こう YouTube 見てますよって、あっはってなるスイッチがパチってこう、カメラ向けられてないのに関わらずスイッチが入っちゃいます。 YouTube の人ですよねって言われるんでね、はい、まあまあ楽しみにあと撮影するとき、うん、ちょっと、うん、お客さんが映りたくないっていう方もいるかもしれないの で、ね、はい、撮影していいですかっていう話だけちょっと、はい、まあ撮影条件ちょっとね、こちらに、はい、書いておきますんで、はい、はい、こちらの方でよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、やっとこさ、はい、やっとこさ、僕らは自分の、はい、自分のなんと僕じゃないですけど旦那様のお店、はい、ドルフィンドルフィンを紹介できたので、はい、はい、鈴木の安全地帯、玉木の店をよろしくお願いしますそれでいいの？それでいいのかなみんなで楽しく歌って、うん、で、まあまあね、楽しく飲んで、うん、歌って、うん、はい、美味しいお酒を飲みながらね、うん、こう皆さんで盛り上がって、うん、はい、ワイワイしてください。それでは、はい、しただけ来てね